皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。7月 の、 あのポムが、ウィンターグリーンに、ウィンターグリーンの5ミリがいただけるので、はい、あのそれにちなんだ話を、ね、していけたらいいなと思ってます。あのもう毎回ですけど、私の大好きなこの本に、うん、あのまたウィンターグリーンが毎回あの全ての製品があるわけじゃないんですけど、ウィンターグリーンがあったのであのご紹介したいと思います。心と体を癒す精油っていうことで、この中のウィンターグリーンのところをね、ちょっと読みたいと思います。あのウィンターグリーンはあの手放しの精油として、うん、あのここに書いてありますね。で、ウィンターグリーンは手放しの精油です。知っておくべき、あるいは正しくあるべきだと強い信念を持った人が、そのために使っていた強い意志の力を手放すのを助けることができます。なんかこの強い意志っていい面ももちろんあるんですけど、そこにこだわりすぎて物事がうまく前に進まないとか、周りの人たちとうまくこう共存というか、うん、あのね、協力できなかったりすることもあるので、時々その考えを手放す必要がある時が、ね、うん、あると思います。で、より工事の力に委ねるには大きな内なる強さが必要です、うん、まあ、信頼とかね、うん、でウィンターグリーンには魂にこの強さを吹き込み、不要な信念は手放して、その信念による否定的な影響と痛みから解放される方法を教えます。あ、この場合のこの信念ってこうなったらこうなるっていうちょっと否定的な影響っていうのが、うん、あのもしかしたらトラウマとか関係あるのかもしれないし、なんか男性は怖いものとか、もしくはね、そういうふうに言ったらあの結婚とか、なんか職場で一緒に働くとか難しかったりすることもあるかもしれないですね、まあ、父親に対してとかね、うん、でその信念により否定的な影響と痛みから解放される方法を教えます。例えば人生は苦痛であり、一人で背負わなければならないという信念、これがあるときついよね、うん、一人でなんか生きていかないといけない、うん、全部自分が責任を負わないといけないとか、うん、つまり孤独とかもそうだよね。あ、うん、そうだねっていうのもあるかもしれない、うん、なんか変な話、親に虐待されたので、うん、この一人で生きていかないといけないとかっていうのもそういう苦痛かもしれないですね、うん、ウィンターグリーンはこのような強い考えをあの放棄するように導きます、うん、あのいい意味で、うん、あの委ねてもっと楽に生きれるよっていう。そうだね、今聞いてたそのね、さっきの何かがあってその人を頼れない、うんうん、頼れないって頼ったらダメなんだの方法になってたのを、あ、頼っていいんだっていう方に、うんうん、してくれるかもしれないね。本当に楽に生きられるように、うん、あのしてくれると思います。ウィンターグリーンは自分一人で人生に立ち向かう必要ないことを思い出させてくれます。抱えている重荷をより工事の力に委ねるよう絶えず誘導しています。必要なのは重荷になる考えや信念を解放して手放すことだけです。ウィンターグリーンは自分たちの苦難は自分たちよりも大きな力に委ねることができ、人生の重荷をすべて一人で背負う必要がないことを教えてくれます、うん、なんか考えを手放してくださいって言われても難しい、うん、頭では分かってるけど、うん、ってあるんですけど、うん、いや、そういう時にまず嗅いでみるっていうのを使ってみるっていうのが、うんうん、まあ、先かなと、うんうん、あのそういうね、あの難しいものをやるっていうのは難しいから、うん、こそこうオイルを使ってみて、うん、その力を借りるっていうことは、うん、逆にこれを頼ってみてもいいのかもしれないね、うんうん、ね、うん、そのこれを使うことで の、 あのポジティブな効能としてこちらに書いてあるのは、その手放す、で神の恩恵に預かる、頼る、固執しない、素直になる、そして強くするっていうのがね。なるほど。あ、でもこれ聞いて思ったのは、この、ね、ウィンターグリーンはさ、ネパールってさ標高が高いんだよね、うん、やっぱりそのやっぱ天に近いところで育ってるものって、うん、やっぱそういう工事っていう表現と、うん、まあ、とってもマッチし、高いところっていう、うん、そのパワーが実は秘められてるっていうのは、うん、なんかちょっと自分の解釈だけど、うん、そう感じたなって。そうだね、うん、とかそのネパールに住んでる人たちもいろんな
境遇にいて、うん、そこから強さ、あの、なんだろうな、強さがあるから人に頼らないわけじゃないんですね、うん、強さがあるからこそ人にお願いって助けを求めることだってできると思うんですよね、うん、それでネパールの人たちって本当に貧困で、ですごく周りの国から虐げられてたというか、安い労働賃金で、あるいは労働しているのにお金を払ってもらえないっていう、すごいなんか辛い経験があったんだよね、うん、これと照らし合わせながら、うん、すごくその背景と、そのそこから来るこの、なんだろうな、ウィンターグリーンの意味みたいなものがすごくこうリンクするなって思います、うん、その人生は苦痛であり、一人で背負わなければならないっていう、だからその彼らはこの安い賃金、あるいはその賃金を払ってもらわなかったので、なんだろうな、信じることができなかったです、周りの人たちを。だから最初ドテラものことも信じきれなかったらしいんですよね、うん、なので最初にドテラはお金払って働いてもらった経緯があった。そうだよね、通常は働いて、うん、それを得てからお金を対価として払うんだけど、ドテラは先にお金を払ってっていうところだよね、うん、そうですね、うん、で相性のこのいいオイルっていうのがサンダルウッド、そしてオレガノ、フランキンセンス、アーボビで、なんか本当にウッド系と相性がいいので、多分本当に心の癒しもすごく大きく関わってるんじゃないかなって思います。で、塗布として、まあ、香りを楽しんだりディフューズしたりとかっていうのもあるんですけれども、うん、塗布、ね、つけるキャリアオイルで希釈して心臓部分へ塗布しますって。いいですね。そう、なんかもちろん体のね、気になる部分に塗布することもできると思うんですけど、ここにはまあこれは多分心と体を癒すっていうので、うん、その心の病というか、うん、心がすごく痛いと体のある部分が痛くなったりすることもあるので、だから多分心を解放したり癒したりすることをすごく重要視している部分もあると思うんですよね。なので、あ、心臓部分に塗布する、なんか初めて学んだなって思いました、うんうんうん、その魂にこのその力、その思い、いわゆる思い込みだと思うんですけど、その思い込みを、解放する力を与えてくれるかもしれないですね、うん、なんかすごくいいなと思いました、うん、使っていけたらいいと思っています、はい、ぜひお使いいただいて、そして7月のポムでもらったらそういう使い方もやって、うん、はい、いただきたいなって思っています。いつもありがとう、ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。では